動物。あれは一回コテを切っているから相手の次の攻撃はほとんどないので、ほとんどないので、はい、バッと切っとったらもうこうやってやったらいいけど、はい、こっち側だったら次の攻撃がある。小田井さん2発目切よう、急ぐ。だからスローッとやったらコッとやったらコッと下がる。これ下がらんというか相手が出てきよう。
そうします。はい、次これ野本、この間ホークさんそのノートをダメよって言った。なにノートの途中に敵がまた来た。で一回ノートをしてからまたノートを書いた。遅い。ノートの途中で即対応するんだよ。だから例えばこれノートをしような。ノートをしような。ノートをしよう。こう切ったやつを、こうして、納刀しよう。納刀してる途中で、敵が来たらまたこうなって。な、納刀な、納刀。納刀な、納刀しよう途中で来たらまた行かないか。な、あるいは横納刀。横納刀な。横の敵にちょっと待ってよ、そういうふうなことでちょっと待ってください。そのまま待ってね。だから、納刀の場合な、縦納刀の場合な、こうするな、縦というのは上から入れる。な、正面から入れる。これ縦納刀。それからもう一つは、横から入れる。これ横納刀。縦の音でも横の音でもいいけど、縦の音の場合は途中で抜く場合、こういうふうに。横の音の場合は横に抜く。例えば、これで刀を収め。敵が来た。一回入れてこうでも入れるまでバッといてね。ほんならまた抜くわって言うとったら遅いな。それで、これ、入れかけた。来たとこう。やっといた。いいか。これで入れか、この時でもこう入れかけやろ。また入れてへん。この時でもバッと切らんといか。いいか。また入れてへんな。で、半分入れかけとんな。このままバッと切らんといか。ちょっと入ったな、入れ先。このまま抜かんといか。また、それから横でも入れかけとんな。な、したらそのままなんだ。ちょっと入ったのだし、そのままなんだ。ということで、納刀の途中でも、途中から抜刀する。完全に納刀し終わってから、改めて抜刀するんだ。途中から抜刀するという稽古をしまっている。普段はこれで、まあ、刃があるものとしてな、ここに鞘があるとしてな、ここに鞘があるとして、これでスーッとやって上から入れかけて、なんかこうして入れかけて引ける。こういうふうに引けらんでいい。もう途中まで抜けとんねんから、うん、だからここまで入れかけて引く、うん、入れかけて右も入れてるとか、入れかけて左も入れてるとか、こういうふうにあらゆる方向に納刀の途中からあらゆる方向に
切らんといかん。けれど縦の音では全部縦から切ることになる。いかん。それから僕の言う納刀は、これも納刀の途中だ。まだ入っていい。ちょっと入った。ちょっといたって中入った。まあちょっとでもいろいろ。全部いい。これちょっと入った状態と、ちょっと入っていへん状態。から、即戦えるようにしとかんと。納刀の途中はちょっと待ってくれやって、それから、いや、もう終わった、行くわ、と。こんな話は、ない。大体もう一回抜いたら、刀収めない。戦に収めない。けどもう終わった思ってな。相手倒れたから終わった思って、こう入れかけた相手、むくっと起きてきて、全部したから、こう切る。な。そういうふうに、を覚えてください。いいか。縦の音をこうする。完全に入れてからもう一回する。縦の音、な、はい、縦の音半分入れてからこう切る。縦の音まだ入れてへん時にこう切る。な、横の音入れてからまたこう切る。横の音半分入れてからこう切る。横の音まだ入れていないのに切る。という練習をしてください。また、縦の音と横の音、それ以外原則、この二つで稽古したり、ホキ君は別のことをもやりたり、あれやらん方がいい。遅い反撃だな。そいつは、動作が大きい。から反撃が遅い。手持ち直さんでいく。何もあれ。だから、すぐ、今言ったように、鞘に収めるのも一つの武道のアクションの一つ、動作の一つ。攻防一人、どっちでもいいよ。な、これでも、はい。これで、そうって言ったら、切ってくる。切ってくる。な、はい。はい。これで、これで、そうっと。こういうふうにやらんと。はい。